はいどうもー、佐藤照明です。えー、今日はですね、このカルビーさんから出てる新ポテト。これのね、塩と、あともう一個がなんか蜂蜜バターかな。二種類の味あるんですけど、これをね、紹介していこうと思います。これはあの、どっちも美味しいんでね、あの、ぜひコンビニとかスーパーで売ってると思うんで、あの、気になった方はぜひ買ってみてください。はい。新ポテトはもうこれで終わりです。<laughs> あの、商品の紹介はこれで終わりで、 急に話変わるんですけど、えー、新年明けましておめでとうございます。はい、ハッピーニューイヤー2022年ですね。はい、皆さん年末年始どうお過ごしでしょうかあのー、自分はですね、まあありがたいんかもよくわかんないんですよ。年末年始お仕事でして、あの、本当に。年越しもお仕事してました。 はい。あの、本当は休みたかったんですけど、ちょっともう、あの、休めない状況で、お仕事入っちゃったんで、まあ、仕事してたんですけど、自分なんか29日かなからもう、なんかこの今日の1月2日、この日までずっと仕事で、あの、昼間も夜中ももう、一日中仕事で、本当に休みなく働いてるんですけど、だから今日が一応、仕事納めですかね、自分の中で。 もう年越しちゃったんですけど、仕事冷めで、で、1月の3日が休みで、仕事始めが4日っていう、たった1日しか休みがないっていうぐらい、あの、超忙しい日々を送っております。なんか年末年始で働くの嫌っすよね。なんて言うんですか、なんか周りがなんか、お正月ムードじゃないですか。周りの雰囲気が、空気感がね。 みんななんかお正月ムードで過ごして中自分だって働いてるっていうこの状況がすっごいあの嫌っすよね。しんどいっていうか。自分も休みたいって思っちゃいますもん。もうはっきり言って。なんかあの空気感で働いてるのがもうすごい嫌っすね。ほんとに。だってこれ多分わかると思うんですよ、ね。年末年始働いてる人は。この気持ち。なんで働いてんのって思うっすもん。真面目な話。なんか周りはね、なんか あっちこっち好きなとこ行って、自分はなんか、ねあの、働いてるっていう、なんかこの空気感。なんかこの、世界観が違うふように見えるっすよ。なんかもう、外国見てるみたいな感じっすよ。あの、他のやつら。だからね、なんかあんな遊んでるやつら見てると、マジでね、あの、殴りたいっていうか、<laughs> あの、本当に、あの、申し訳ないけど、ガチで殴りたくなってくるんですよい。なんか、お前ら見てると。 ふざけてんのかと思って、こっち働いてんのに。ふざけんなよって。真面目に。あ、でもまあ、特別手当てっていうかなんかお金いっぱいもらえるんで、まあいいんすけどね。<laughs> てめえら遊んでる間にこっちは金ぼろかすものっていうかいいんだよ。ざまあ見やがりくそやろ。てな感じで見下してるんで。お疲れ様です。<laughs> まあ、てな感じで過ごしてるんすけど、 去年どうでした ?2021 年。自分は、なんかま、あいっぱいいろんな出来事ありましたね。自分去年あれなんですよ。翻訳、役土やったんですよ。だから本当になんかあんまり運は良くなかったっすね。真剣な方で。なんか東京行かされることになっちゃうし、なんだろうなうーん、ま、いろいろありましたけど。でもま、あなやかんや。 楽しくは過ごしましたね。なあ、ライブ行ったりとかなんか、プライベートはそこそこ充実したかなとは思いますね。まあ仕事面はちょっとあんまり <laughs>、正直あんまり良くはなかったですね。うん。警察来たりとかなんかもういっぱいいろんなことありましたけど。うん。何話そう。時間もあったな まあ今後は今後の目標は一応そうっすねまあ YouTube もやりながら TikTok もやってるんでまあ SNS 関係は今後も続いていこうかなって感じで思ってますぐらいですかねじゃあちょっと去年の話しますかなんか思ったことなんかクリスマスってあるじゃないですか もうこれクリスマス前に話したかったんですよ。ちょっと時間取る時間なくて、こんな年当てになってるんですよ。なんかあれ、なんかクリスマスってカップルとかもうマジで全滅したらいいと思ってるんですよね。ほんとに。あの見ててイライラする。ほんとに。なんか電車やからイチャつきやがって。ならずかな、ね、あの外でイチャつくっていう、あれ、あの店びらかす行為。マジでイライラする。ふざけてんのかと思うんですよ。ほんまに。 店開かしてどうすんねんって言いたいですマジで迷惑。なんか電車の中でイチャついてなんか、ね、急に止まったりして。邪魔やねんって。ほんまちょ、止まりやがってほんま。もうほんまにね、殴ってやりたいですってって、思ってたんですけど。あとなんかイルミネーションね、見てイチャイチャしたりとか。なんかイルミネーション、なんていうんですか。なんか自分の近くでもやってるんですけど。 なんか、おっちゃんらがなんか今年、なんか去年はなんかイルミネーションやってなかったらしいんですよ。な、コロナの影響で。で、なんか近所のおっちゃんがなんかイルミネーションやるみたいで、なんか嬉しいね、みたいなことで何が嬉しいねんって。ふざけんなよ、ほんま。カップル増えるだけやから嫌だねんやよ、ほんま。イルミネーションかやったら。あんなもうとっととね、配線切ってやろうかって思いましたよ。てな感じで、あの、2020年、よろしくお願いします。では、 良い、お年を、じゃないわ。